ライブ悩むんだけど、どう思う？なつきちゃんありがとう。巻き取れた？嘘、走ったから今。そんなことある？おかえり。どう思う？インスタライブ悩むくない？マジどう思う？靴が取れた。どう思う？インスタライブってさ、ちょっと緊張するよね。ちょっと緊張する、ショールームより。今日の服、確かに。どれくらいさ、どれくらいやる？ショールーム、ショールームやってどうするかいな。一枠下げ、どうだっけ、忘れたな。次が6時半からだよね、成り行きで。成り行きで行く。じゃあ用意しとくか、とりあえず携帯ケースから外して。でもどうしようか。まあまあ、インデイ、えびせんかい、えびせん、これじゃね、全然なな、そうじゃん、お仕事忙しい。嘘、あんなインスタライブ始めた？奇遇じゃない？なんかちょっとなんか気合うんじゃないか説。マジ？でもさ、ありさ、お話し会の場じゃないとマジで無理なんだよ。縦しか、縦のやつがさ、あのはめれなくてさ、お家にあるやつ。ショールームはできるんだよ全然。じゃあちょっと行ってみようか。あんな、アンナこれさ、何のフィルターもかけてないのかな。無理なんだけど、リサ、こんな、なんかモロみたいな、モロみたいな、どうしよう。そうなんですよ、インスタライブ縦じゃん。ここだとマジで何でもできるんだよ、縦も。ちょっと巻き取れたかもだけ一回つけよう。ってからはまあでもショールーム全然できるんだよ、どれくらいでも全然。そうそうそう、モロみたいって何？あのマジノーマル、ガチノーマルってこと。ガチのモロだったね、モロだよね。どうしようかいな。見て、パン持ってきた家から。どうする？じゃあ6時から始める？パン持ってきたお家。夜やるよ、家帰ったら。ショールームね。ね、美味しそうこれ。私これ大好きなの、クランベリーのね、チーズ。見て、クリームチーズがめっちゃ入ってる、大好き。しゃびしゃびしゃび、ありがとう。どうする？みんないつから始める？そう、クランベリーとね、クリームチーズ。モロはちょっとはずい、フィルターつけようよ。お願い、チーカーつけよう。8割だ。パンって美味しいよね。
うん、ありがとう。ねえ、むずい。6時から始めるか、6時ちょっと過ぎから始めるか。パン家から持ってきた。クランベリーとね、クリームチーズ大好き。なんか会話してるか、誰かと。最近夫婦で、うん、最近夫婦でリサと話してハマってくれたよ。リサに、ありがとう。マックス25分ぐらいできる。どうしよっか。雰囲気変わった？前髪薄い今日。うん？でもさ、インスタライブってさ、そのあれができるじゃん、フィルターがつけれるのも楽しくない？うん、っていうのもある。うんうん、8割かわいいよね。隠れてる。どうしようかな。6時かな。やる？なんかさ、インスタライブはさ、なんかさ、ちょっとなんか、なんていうんだ、メイクのさ話とかするよね、よく。なんかわかんないけど、おしゃれ、なんかね。うんうん。わかる。インスタライブ意識高くないとちょっとね、ちょっと緊張するもん。うん。ちょっとね、なんかさ、本当に誰が見てるか分かんなくない？なんかショールームはなんかその本当になんかフォローしてくれてる方とかが見てくれるじゃん。よそ行きの顔で、顔は普通よ。でも洋服見せれるのはいいかも。うん、って思ったらさ、やっぱ6時からやる方がいいと思う？画角がそう縦だから。ショールームは実家そう、ショールームはマジで実家って感じ。安心感は。うん、6時でいいんじゃない？ OK。 じゃあ18時からやろう。それまではショールームするね。縦画面マジでありがたい。でも確かにわかる、なんか縦画面ってあんまないじゃん。だってお家でもショールームだし、そうするとね、横画面だしね。うんうん、そう思うよ。
うん、思う。インスタライブの方がドアップになる。あーそっかそっか、近くなるか、縦画面がいっぱい。まあでも確かに横ってあんまないよね。まあ明日会いに行くね、ありがとう、嬉しい。仕事の休憩中に見てる。ありがとう、みんなお仕事頑張ってるんだね今日も。偉いよ。ショールームになりすぎてて、まあ確かにそうだよね、リサもショールームの方が多いもん。うん、インライン前に仕事、そっか、ありがとう、やっほー、やっぱありがとうね、ありがとう、話し会楽しかった、ありがとう。インライン眺めてる、嬉しい、見てくれる、インライン。コメントの時近く、そうそうなる、言いたくるからあるか、言いたいことあるかなとかあるから、ありがとう。めちゃくちゃ仕事中にイヤホン、やばいじゃん、バレない。イライ見るよ、ありがとう、明日も4部行きます、嬉しい、ありがとう。明日も来てくれるの、ごめんさださん、ハートありがとういっぱい。刺身さんだ、ありがとうね、久しぶりだったよね話したの、ありがとう、久々に。でもヤッホーインライン、あそうなの、インスタライブはね名前じゃなくて、そうなんですよ、 ID なんだよね、 ID、 ID だから。ヤッホー仕事ね、でも結構仕事の方多いね今日、全然多いやん、全然多い、多い。9月同じく行きます。ありがとう、ゆなちゃん。ありがとう。嬉しい、来てくれるの。とととにりさしかがたん。ありがとう。なあちゃん、ペンギンもありがとう。ガクトントもありがとうね。はい、ミスカス。今日、姫様感多くて好き。嬉しい、ちいちゃん。なんでだろう。結構、おろしで外巻きで。ってしてるとね、そういう、なんだろう、こう、感じがなるかな。明日も話せる、20時から、頑張ってなっちゃん、えらい。こんにちは、スペインバーサーかいくない、ありがとう、クマネコちゃん、レイジー。お腹ね、今ね、ずっとね、パン食べてた、まだある、まだあるけど、ちまちま食べよう。おろしの外巻き本当に大好き、嬉しい。あんまおろしてさ、外巻きないからさ。新居決まんなの、おめでとう。新居楽しみだね。最初は慣れるの大変かな。いくらも会見楽しみにして、ありがとう、みなちゃん。スペル時当ててた、たっちゃんよろしくね。うん、嬉しい。そうだ、もうね、もうそろいくらぶっかいとかね、いろいろね、イベントある。ヘアアイロン2つ、そうね、2つ、2つかな、巻くのとストレート。マルスさんこんにちは、あ、なんか久しぶり。うん、手口あるあった、ありがとう。感謝祭の申し込み、そろそろ、確かに感謝祭楽しみにしてて、感謝祭リサも何するんだろうと思ってる。うん、楽しみ。
楽しみです。今日も姫ですか、姫ですか、イエーイ。ね、やばい、これクリームチーズの量すごくない？こんなにまんま入っちゃって、ん、なんか落ちた。え、ちょっとね、聞いてほしい、これあれなんだよ。昨日さ、ママっていうかお母さんが郵便で、リサがどうしてもねフルフルのパンが食べたいって言ったから送ってくれたの。すごくない？福岡から飛んできたパン。そうなんです、やばいよね、大好き。ガーリックパンもね一緒に送ってもらった。うん、フルフルマジで美味しいよ、マジで。優勝しちゃうからみんな食べた方がいい。フルフルのこれはクリームチーズとフランベリー、大好きこれ。博多のね近くにできたんだよフルフルがね、だからめっちゃいいよそこ。はやちゃんもいいね。え、なんかみんなマジみんなノーマル無理なんだけど、リサ絶対フィルターつけよ。パンね、やばくない？このクリームチーズね、発酵しちゃってるんだけど、ほら、うん、大好きパン、本当にパンって美味しいよね。え、そう、クリームチーズやばいの、このね中もやばくて、これもやばいけど、マジでこの中のね、やばくない？ちょっと食べかけやからしょうがないけど、優勝、しかも見て一応無糖。こんなのインスタライブで食べられない、なんか恥ずかしい。今しかない。今のうちに食べなきゃ。ちょっと一旦半分食べたから、一旦これは一回終えようか。一回この、これは午後の紅茶の美味しい無糖。クランベリーとね、もう優勝しちゃった。初インスタライブ、そうだよね、だって初めて、まだねあれだしね。無糖飲めない？なんかパンが甘いのを食べてたら全然いけるよ。なんかうん、おいしい無糖にハマってる。エリサも結構お茶も飲むけどって感じ。今日もプリンセス嬉しい、ありがとう。いや、コーヒーはねブラックがねちょっとの多分飲めなくて、そう、コーヒー牛乳が一番好き、コーヒー入りだと。
この後もまだあるの？ある、最後5分。リサもインスタライブやろうかな。やる？8位だよ、ありがとう。やるか。ショールームはまたお家帰ってゆっくりやるわ。じゃあ、じゃあランキング読むか。はい、13位 Z。 あ、なんか初めてのことが多いね。12位モリカ、11位アヤカ、10位まっちゃん、9位テツタン、8位みちゃん、7位おめんさなふ、6位コア、5位そのみ、4位お米、3位ちゃんまいちゃん、2位ハロ、1位なちゃんでした。すごい、なんか嬉しい、また初めてのことが多くてありがとうございました。じゃあショールームはまたお家帰ってゆっくりやります。で、え、ちょっとやるね、インスタライブマジでね。ちょっとみんな来てね、なんか緊張しちゃうかな。インスタライブではじゃあちょっとなんかメイク直しとかやってみるって感じで、じゃあちょっとちいかわかなんかのフィルターを見つけてやっていきたいと思います。ということでありがとうございました。じゃあすぐ始めるね、待ってて。ありがとう、またね、バイバーイ。